親が運動をさせるっていうので、いろんな候補があったんですけど、その中でサッカーを選んだっていうのがきっかけです。入ったのは小学1年生の時で、ジュビロ磐田のスクールに入ってました。小学5年生の時のホンダカップで選抜指定メンバー選ばれるんですけど、それに選ばれてみんなと共に戦ったっていうのが一番の思い出ですね。磐田イースト SC です。合宿の時に大量に飯を食わされるって、そうになりながらも食べさせられるっていうのが結構きつかった思い出ですね。家から近い進学校だったので選びました。中学からクラブチームでやってきてたんで、ちょっとだけ自分の方が上かなってはちょっと慢心したんですけど、全然レベル違うなっていう高校の差っていうのを見せつけられました。みんなで意見を言い合うっていうのが大きくて、共に高め合えるチームだと思います。まず一緒